おはろくたんです。はい、皆さん5月18日にねリリースされた Apex モバイル遊んでいますでしょうか。はい、自分はね最高ランクのねプレデターまで到達して、まあ Apex モバイルね毎日遊んでいるんですけども、まあ、まだね Apex モバイル、インストールとかねしてない方はね、まあ、ぜひ概要欄の方にリンク、貼っておくので、そこからねダウンロードしてぜひ遊んでみてください。はい、でね Apex モバイルなんですけれども、こちらねモバイル限定のレジェンドがいまして、それがねこちらフェードというキャラクターなんですけれども、こちらバトルパスかな、バトルパスのレベルが、25に到達すると、このフェードがね解放されるんですけども、まあ、バトルパスのね Apex モバイルバトルパスもありまして、こうコースティックのね、スキンだったり、まあ、あとクレーバーのスキン、まあ、武器のスキンですねとか、まあ、いろいろとバトルパスのね報酬も豪華となっておりますので、まあ、早速ね自分もバトルパスの方を買っていきたいと思います。はい、1599コインでプレミアムパスを購入しますか？ OK と。はい、プレミアムパスプラス購入ということでね。うわぁ、めちゃくちゃアンロックされた。いいね、これガスのこのスキンマジかっこいいね、これ。クイック装備しとこう。つけとこう。OK、クレーバーのスキンももらえたと。はい、でね、バトルパスが25レベルになったので、はい、このね、フェードというね、モバイル限定の、新レジェンドなんですけども、こちらをね解放するのにこのフェードのねピースが10個集めることが必要で、まあ、これがね10個になったので早速アンロックしていきたいと思います。うわー、かっけー、かっこいいっすねフェード。はい、でね Apex モバイルには、パークというのをいうものがねありまして、レジェンドそれぞれのねレジェンドにパークをねつけることができるんですよ。詳細を押してもらって、こちらね構成1っていうところのとこにこうパークをねいろいろと選択できる部分があるんですけども、こちらねアンロックっていう部分から、まあ、自分はねもうこれ結構やってて解放しちゃってるんですけども、こちらね左から順に解放していくような感じで、こうパークをつけることでねアーマーが破壊されると移動速度が上昇するっていう効果が得られたり、まあ、フィニッシャー時にね、進化シールドのレベルに100ダメージ付与されるだったり、まあ、アビリティですね、これジャンプパッドを使った後にもう一度ジャンプできるっていうね、まあジャンプパッド3段ジャンプとかもオクタンの場合できたりするんですよ。これめちゃくちゃ強いんですよね。でこのパークはね、ランクマッチとかと使用できずに、まあ、カジュアル限定でねパークは効果をね発動されるんですけども、まあ、カジュアルとかね行く際に、こういうね効果も付与されるので、まあ、ぜひねパークつけた方が、まあ、戦闘もね有利に進めれるので、パークもねぜひ皆さんつけてみてください。でねこの右下の ストアっていう部分から、まあいろいろとね、まあ、ガチャみたいなのがありまして、こういうねフェードのスキンだったり、まあ、レイソンスキンとかライフラインだったり、まあ、ジブラルタルだったりね、もうこう武器の迷彩とかもありますね。こういうのも、ストアからねこうガチャで入手することができるという感じですね。ということでね早速カジュアルの方プレイしていきたいと思います。そちらのねプレイ図を映る前にチャンネル登録ねまだの方はぜひ毎日チャンネル登録と動画の高評価してもらえたら嬉しいです。コメントのもたくさんお待ちしております。ということでどうぞ。よーし、ということで Apex モバイルやっていきますか。言うまでもなく俺がジャンプマスターだ。味方の人がジャンプマスター譲ってくれた。まあ、今回ねノラでやっているんで、まあね、味方をね足引っ張らないように頑張りたいと思います。どこに行こっかな。このキャピトルシティとかねこう結構大都市だから結構ねいろんなねプレイヤーが降りてきて結構激戦区になることが多いから、まあ、こういう列車とか降りてね、まあ、まずはね初動安定に行きたいですね。味方はミラージュにライフラインといいんじゃないですか。上から当たろうかな。ちょっとゲームもんでかいな。ちょっとゲームもんでかいからちょっと下げよう。オッケー。ちょっとゲームもんでかかった。お、敵降りてきてるね。ちょっと RE しかないんだけど。オッケー。はいはいはい、いいですね。レプリケーターあるね。
これレプリケーターっていうのはこう素材を集めてもらって、ここのねこの機械のとこに行ってもらうと、こうバッテリーだったり、まあ、アタッチメントとかね、これ結構日替わりで変わったりするんだけれども、こういうのをねバッテリーとか作れるので、まあ、素材をね集めて、まあ、敵がねいない安全を確保できたら、こうレプリケーターをねやるっていうのを結構おすすめですね。はい、回復をしっかりと確保して、いいねミラージョンデコイ。まあ、これそれぞれねレジェンドによっていろんなねスキルがあるから、まあ、ミラージュとかだと、自分のねなんか分身みたいなのを出して、まあ、敵をねこう翻弄させたり、自分がね今使ってるオクタンとかだと、こう注射器興奮剤を刺すことで足をね一時的に速くするっていう、まあ、デメリットへねダメージ食らってたんだけれども、こっち敵いそうだね。戦うぞ早速。下にいるねこれ、もう一個下かいるね。オーケー、あ、回ってコク入るかな。オーケー、あぶね、いるなまだ。一旦ちょっとバッテリー巻こうか。結構やっぱキャピトル敵いるな。やばい、ヘビーアモが弾なくなってしまった。弾がやばい、弾がこれちょっとやばいな。行ってね、敵いるな、敵真下いるなこれ。やばい、味方が死んだ。オッケー、プラハ倒して格殺入れていきたいね。オッケー、格殺入れてディボーション拾っとこう。お、降りてきた、なんかオッケー、オクタン倒しの R99 とディボーションでいこうか。あ、いるな、あそこに。あそこ敵いるの、ピンを刺して教えてあげて。なんか後ろいるね、まだいるわ。ゲレイス倒しのまだいるね、ガスが。やばい、登っちゃった。オッケー、まだ向こう側にもいるから。あ、結構手前にもいるな。ジャンプパッド出してあげて上を一旦取ろう。上を取ったら後ろからいいドームだ、それは。前に出よう。オーケー、もう一枚いるね。バンガロール、オッケー、ナイス、いいね。一旦上登って回復しよう。エネアも拾って、やばい、味方がやられてる、まずいぞ。いるね、101入れてバンガロール倒して。やばい、どれだ本物、こいつか、こいつか。やばい、オーケー、倒していく。よしよし、アーマーもアカーマーに進化したぞ。敵はもういなさそう。あ、そうだ、オクタンのジャンプパッド、これ3段ジャンプ、ジャンプからのもう1ジャンプ。いやーこれおもろいな。そうだ、3段ジャンプできるんだオクタン、カジュアルだと。やばい、これめっちゃ飛べるんだけど、すげえ。オクタンのジャンパーマジ強えぞこれ。まあ、結構ね、Apex 自体、まあ、モバイルからね始めたっていう初心者の方とかすごい多いと思うから、まあ、今後ね何の武器が強いのかとか、まあ、初心者向けにねそのいろいろ動画とかも出していこうかなと思ってるんで、誰かいるぞ、チキンを売りに来た。ぜひね通知もオンにして動画をねチェックしていってください皆さん。なるほど、すっかりバラバラだ。仕分けできるね、こっち。誰かいるぞ、チキンを売りに来た。味方一人来てくるけど、もう一人がちょっと離れちゃってるな。ちょっとここで待とうか。Apex モバイルね、やっぱこうチームがね3人でやるゲームなんでね、こうチームで協力しながら戦っていくのがすごい大事ですね。お、銃声鳴ってる、銃声鳴ってる、いるぞこれ敵。いるね、あれ敵じゃないか、違うか。
いるいるいる。ナイス、いいね。これジャンプパッド出して上取ろうか。これもうワンジャンプで届くんじゃないか。これ届く最強ジャンプパッド強すぎる。とりあえず上取って上から敵をね索敵していく。お、いるわ。やばい、大丈夫か。コク入ったね。コク入っても奥端からは逃げれません。 OK。 で味方死んでる。やばいな。いたいたいた、上にいるな。スナイパーじゃないかあれ。君はまだ OK。 101入れて、このジャンパー一気に冷たいねこれ。オッケー、三段ジャンプ。オッケー、いや強え。オクタン、オクタンの三段ジャンプ強すぎるこれ。これえぐいぞみんな。金ノックだねこれ。格殺入れさせてもらおう。フィニッシャーでねドカーンと。お、ここにジャンプパッドがあるってことはこっち敵いそうじゃない。補給物資落ちてきたね。あ、銃声いるね。オッケー、これジャンプパッドで一気に距離詰めていく。逃げてるね。逃がしませんよと。やばい、ちょっとエイム頑張った。やばい、危ねえ、エイム頑張った。危ねえ、エイム悪かった今。危ねえ危ねえ危ねえ。バンガロールもいるな、これ的に。スモーク出してる音が聞こえたぞ。わあ、どれだ敵、わかんねえ。敵見えんてこんな。お、ナイス、味方倒してるね。ナイス。いるね。よし、端上にいるの。オッケー、ディボでワンマガしていく。ガンガン前出ようか。ナイス、ラスト1人真下にいるね。くるくるくるん、やばい、頑張った。ナイス味方 GG。 いいね、チャンピオン14キル2900ダメージと、まあまあいいんじゃないですかね。はい、じゃあ次はね、さっきね解放したばっかのこのモバイル限定のレジェンドフェードをね使ってやっていきたいと思います。でフェードのスキルなんだけども、スライディング終了時に一時的に移動速度が上昇するということで、スライディング後にねあのオクタンの興奮剤打った時みたいに足が速くなるというパッシブスキル持ってる。これめちゃくちゃ強いねフェードで。戦術スキルがフラッシュバック、虚空から少し前にいた場所に戻るということで、こう高いところから例えば下に降りた時にレースだったらすぐに戻ることは無理だけど、フェードとかの場合はね上からこう下に詰めた際に危なくなったらすぐまた上に戻ったりっていうことができるんで、まあ、これも結構ね使い方使いどころ難しいんだけども、このフラッシュバックっていうのもねかなり優秀ですよね。で、アルティメットがフェーズチャンバー、フェーズゲージを解き放ち範囲内のレジェンド全員を虚空に送り込む。例えば敵をね一人倒した状態とかの時に蘇生とかしているところにこれアルティメットをね打ってあげると蘇生もねできなくなるし、あと体力をねこう回復しようとしている敵のところにね投げたりすることで、その敵のね体力回復も止めれるんで、これもなかなか優秀なアルティメットですよね。ということでフェードを使ってね2戦目やっていきたいと思います。キャピトルシティかな。キャピトルはねここめちゃくちゃ人来るから、いや来てるね、結構来てますね。よし、 OKOK。 もう手前の5階建てマンション漁っちゃおうかな。あ、でも敵結構来てるな、近いなこれ、ちょっと怖いね。これだね移動速度加速。お、紫はまあこれ強すぎる。初動紫はもう最強ですね。これガンガン打ち合いに行きたいな。え、マジで強い。これパッシブこれが常時発動されるっていうのはえぐいよな。足めちゃくちゃ速いわ。ナイス、味方強。
味方さん強くないですか。敵はあと2人、僕の出番ない。銃声残る敵は1人だけだ。いるね。攻撃を受けてる。オーケー、この人もフェードだったね。オーケーオーケーオーケー。いや味方の体力はちょっとやばいな。あとはショート。オーケー、一枚倒しの、ここの上かな。あ、いるね。ちょっと詰めようかな。やばい、消えた。こういう時はもう撃たない。どれだ、上か。今多分階段でこいつさん、あれ違う。え、どれだ、本物が分かんない。本物が分からん。本物が分かんねえ。あ、こいつか。こいつだ、絶対こいつだ。こいつだったね。やばいやばい。オーケーオーケーオーケー。だって別のやつもいる。やばいやばい。オッケー。一人倒しの、ちょっと回復しようか。回復して、危ない危ない危ない。やられるかと思った。いや起こされたな、敵一人。オッケー、ジブ割って。オッケー、ジブ倒して、ミラージュ118。オッケー、ちょっと弾がやばいな。いるね。起こされてる。起こしたジブ倒しの、ライフラインがどっかにいるな。いた。 55? やばい、 M がやばい。 OK、 危ねえ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 。もう一人来たなこれ。一旦セル巻いて、やばい、激戦区すぎる。後ろから刺していく。危なくなったら時間を戻してすぐ上に戻ることができると。これがマジで優秀、フェードは。でまたすぐにね、上ポジに戻れるっていう。やばい、これ回復が俺もない。回復がない、ガチやばい、回復ない。きついぞこれ、めちゃくちゃやばい。オッケー、レース倒して、ちょっとあのレースの下あさろうか。結構周りいっぱいあるから。よし、バッテリーおいしい。あ、いるいるいる、いた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 。敵いたぞ。どこ行った、下下がってったか。あ、いた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 。オッケー、やばい、燃やされる。オッケー、敵倒して、金ノックか。フィニッシャー入れちゃおう。かっこよ、フェードのフィニッシャーかっこいいんだけど。エース88下がったね。前へ進む。やばい、 OK、 レース倒してフラッシュバックで家中にすぐ戻っていくといいね。下にいるね。ここで OK、 強制的に僕にいざなってドーム蘇生されるな。これで刺そうとしてるところ、刺せなかった。 OK、 1枚やってフラッシュバックで戻っていく。よし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 。 OK、
あぶねえ。オッケーオッケーオッケー。一人だけだ。攻撃されている敵がいるよ。めっちゃ詰めてくるやん、あいつ。オッケー。パスファインダーやって。オッケー、倒していく。残る敵は一人だけ。アイスコーナイフか。ラスト舞台勝ちたいよ、ここまで来たら。あさってるぞ。オッケー。一人倒して、もう一人いるね。キャラコン、あとミリだ。味方倒してくれ。ナイス、いいね、 GG。 よし、16キル4300ダメージといいね、 GG。 はい、でね、 Apex モバイルはバトルロワイヤルだけじゃなくてね、こちら、このマルチプレイっていうところから、この TDM チームデスマッチもね、遊ぶことができます。はい、早速ね、チームデスマッチの方をやっていきたいと思います。はい、でこの最初の画面で武器を選ぶというような感じだね。これどうすればいいんだ。装備中の武器、カービン R99。 ああ、こうやって変えることができるって感じか。カービンと R99 でいこうかな。お、これキンキャニのマーケットじゃん、マップ。こっちに行けば敵がいいのかな。オッケー、ワンキル。下にいそうだね。オッケー、ツーキル。これ敵？これ敵？これ敵か。やばい。あのミラージュも敵だ。一旦こっち入って後ろからフェード123。ね。オッケー。やばい。横から撃たれた。ベラハのスキャン怖えな、これいるね。ナイス。これリスポーンとか変わんのかな。リスポーンは変わる感じではないか。いるね。あれ遠距離でスナイパー見てるやつがいるな。いるね。めっちゃ固まってる。オッケー、ベラハワンマガで落として、あー惜しい。ミラージュやりきりたかったな。いるね。やばい、あれ無敵時間があるわ。無敵時間、さすがにリス狩りできないようになってるわ。無敵時間がある。これめちゃくちゃあれだな、めちゃくちゃ打ち合えるから、すごいエイム練習になるな。 OK。 やばい、弾がなくなった。弾がない。ないないでいくか。ないないでいこう。 OK。 ミラージュ倒していくね。やばい、この頭一個強いからここ使ってこう。オッケー、ジェベラルタルカットしてミラージュ割って。オッケー、オクタンとミラージュ割ってジェブ割ってパスやって、やばい弾がやばい。オッケー、ジェブ倒しの、これオクタンやりたいな。あ、フェードか。ナイスナイスナイス。これマスティフ使おう。これマスティフショボルの青か。あ、これセルとか無限なんだね。弾無限にしてほしいわ。弾無限に、セル無限もありがたいけど。やばい、もう弾がなくなる。待って、敵の数えぐい、敵の数がえぐい、敵の数がえぐすぎるんだが。あ、惜しい。ちょっとショットガン一丁きついな、これ。敵の武器、敵の武器拾わないとな、俺。いるね。地図割れてるよ。オッケー。こっそり片付けたぞ。もう、圧倒的じゃない。21対9。圧倒的だな。圧勝してるぞ。やばい、一旦引こう。一旦引いてバッテリーはない感じか。セルでしっかりと回復しておこう。
やばい、敵いる。やばい、2枚いった。やばい、オーケー、オーケー。これなんか壊したらなんかこれ出てくんじゃないか。お、紫アーマーできた。でかい、これは。これでかいね、敵の武器。お、プラウラ、ありがてえ、ありがてえ。これセレクトファイヤーついてるね。待って、目の前で。ナイス。やばい、ちょっと上来てるね。お、ナイス。いいね、チームデスマッチ。30点があれか、30点先に到達したら勝ちというような感じで、チームデスマッチめちゃくちゃ打ち合えるから、これすごい練習になるね。17キル0ですと。いや、チームデスマッチ面白いわ。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。 Apex モバイルね、まだインストールしてない方はね、概要欄の方に、リンク貼っておきますので、そこからね、インストールして、ぜひ、Apex モバイルね、遊んでみてください。今回の動画が、面白かったよという方は、ぜひね、チャンネル登録、動画の高評価してもらえたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイニョーン。ロクタン、ロクタンタンタン、ロクタン、ロクタンタンタン、タン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 、ロクタン。ロクタンタンタン、ロクタン、ロクタンタンタン、みんなのロクタン、ロクタンタン、 SMG の名手、ロクタンタンタン。